スニュースワールドプラスビズです。防衛力の抜本的な強化に向けた政府与党の議論が続く中、 NHK の日曜討論で与野党の安全保障政策の担当者が防衛費の増額の是非や財源確保の在り方をめぐって意見を交わしました。アレルギー反応による死亡事件そうです。南西諸島。続いて気象情報です。今日の天気です。広い範囲で晴れますが、東北から北海道の日本海側では雲が多く、ところどころで雨や雪が降りそうです。南西諸島は次第に雲が増え、夜は局地的に雨が降るでしょう。午後の降水確率です。北海道の日本海側や小笠原諸島は 30% になっています。その他の各地は 20% 以下です。今夜の降水確率です。各地とも 20% 以下となっています。全国の週間予報です。明日月曜日は晴れるところが多いですが、那覇は昼頃まで雨が降るでしょう。北海道の日本海側では雪や雨が降るところもありそうです。あさって火曜日は広く雨で、水曜日も雨の降るところが多いでしょう。ニュースをお伝えしました。まもなく1時になります。